どうも、こだまるです。きーたろです。今日は JO1 が1年半ぶりに渡韓したと言われているので、そちらの話をしていきます。まあ、すごいカメラで映してとかじゃないけどなんかさ、うん、流出してみたいな、入国のやつ流出してとかではないけども、あのオールナイトニッポンでね、うん、ルキが、うん、そう韓国にいるということを、まあ、そのままさらっとね収録で言われて、みんながざわつくと。いやそうだね、いや待ってましたって感じだよね。いや本当に全ジャム思ってたやつだよねいや本当に、まあ、全はちょっと言い過ぎかもしれんけど、でも本当にめっちゃ久々じゃん。いやそうだね、ボン・トゥ・ビー以来でしょ。だってそうだね、あの時ボン・トゥ・ビーで撮ってた時以来か。うん、で1年半ぶりだから、うん、マジで、まあ、コロナの関係とか、まあ、多分仕事の関係とかでいろいろなね要因があったとは思うけど、いやもうこれはさ期待大だよね、いろいろ。いやマジで期待できるね。まあ、さほらこう何よりもやっぱあのビジュアルね、私はあのほらこなまるさんはずっとこれもう永遠に言い続けてたんだけど、保管した時のJO1 の大好きなビジュアルがやっぱあのスターライトデラックスの一人一人のコンセプトフォトが大好きだからさ、ほらこちらね多分用意してあるからピヨピヨいやほんと、いやもうこれいつ見てもいいよね。ちょっと見てくから、今からこれ、はい、鍛え高めるために見てくからそうだね、皆さんも一緒に鍛え高めよこれで。じゃあまずそうこちらね、いやーやばいよね、もうマメちゃんもさ見てよ、マメちゃんやばい、すごいよ、マメちゃんのこの表情引き出せるのいいよね。ね、なんかなんか衣装も良ければさ、化粧もメイクもいいしさ、髪型もふわふわなんかいいよね。なんなんだろうね、あとやっぱり照明、うん、いや全部全部全部いいよね。シオンもか、シオンもなんかさ、うん、アンニュイなんよ。いやそうだね、なんかさ、なんだろうこのさ、スターライトデラックス見て一貫して思うのは、なんていうの、その髪の毛、ま、前さ個人的にじゃあ雑談で言ったかもしれんけど、髪の毛決まりすぎてない感じとか、うんうん、シオンで言えばさ、なんかさほら T シャツなんかちょっとずれたりさ、ネックレスとか別に綺麗にさ収まっとるわけじゃなくて、なんかちょっとなんかさわかる、うんうん、崩しとる感じ、この自然な感じ、うん、がいいよね、すごいね、めっちゃ細かいねなんか決まりきってないっていうか、決まりすぎてない感じがすごいいい、うんうん、そうだね、程よくラフみたいなね、うん、そう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 。いやヨナとかさ下から見て、このなんなんこの美しさはやばいよねマジで。いやヨナマジでやばいこれいやヨナシロパイセンやばいのよ。そう確かに顎下こんなからこんな取られてかっこいいことある？いやないないないマジで、うん、普通下から取らんでってなるよね。いやでもやっぱさ結構アイメイクはさ割と一貫してさ濃いよね、ちゃんと。うん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 。でもなんかそれがさ全然なんか変な感じにならない、そう不思議。向こうのメイクさんやばいよね。確かにこうすごく濃いのに濃い感じしないの、なんなんだろうね。すごい作り込んでるけど、うん、そう見せないテクニックがあるんかな、うん、でも別に日本も同じな気がするんだけど、うん、まあでもなんか違うんだろうね、何かが。で敬語さ、敬語とかさ、この横顔とか誰選んだん、最高だから美彫刻マジで。いやあのほらこなまるさん最近さ敬語熱が来てるからさ、敬語、うんうんうん、やべえなってなっとるんやけど、めっちゃ綺麗、うん、ねえ美しいよね、めっちゃ美しい、 ありがたい、もうなんかさありがたいね、気持ち的には。うん、わかるわかる、拝ませてもらっとる気分だもん。じゃあ次ね、うん、こちらピオ、うん、はいはい、もうルキから美しいからルキ王子すごいよね、うん、これも。えでもさなんかさ七夕のさ彦星のさ髪色の違う彦星のなんかルッキーみたいなやつもやばいなって思ったけど、うん、あれもやばかったねあれもやばかった、うん、でももちろんこれもやばいよね、これもやばい。なんかさ美しいのコメント以外なんか出てこんで、美しいそう美しい以外の言葉ったら教えてほしいよね。で木又もね、この私このポーズ大好きだからさいいよねこの目隠してるやつね。そうめちゃくちゃいい。いやなんかいいよね、いやこの自然な感じ、うん、もうなんかあと衣装の袖が可愛いね。いやほんと衣装もいいよね、うん、やっぱりキラキラが、あめっちゃいい。だってこれってさライブのさストリーミングコンサートのさコンセプトフォトなんよ、うん、どうなっとるめっちゃ豪華だよね本当に、うん
なんか衣装だけなんかもしれんけどさ、なんかお金かかったみたいな感じが、そんなこと感じせんぐらいさ、みんながゴージャスじゃん、めちゃくちゃ。いやそうだね、高貴だよね、なんかね。うん、たまらんのよね、うん、たまらんでスカイでしょもうね、さっき頭抱えとるずっとわかる。いいよね、なんかこのアイメイクがめちゃくちゃいいよね。うん、でスカイはさ、うん、ちょっとさリップ濃くない、他の人と比べて。いいね。ああ、そうかも。あ、でも木俣も濃いか。いやもうでもいいのよ、うん、とりあえずね、いいの。いいね。え、なんでさ向こうってこんなリップ濃くしてもさ違和感ないんかね。あ、わかる。なんかさ濃すぎるとかなんないよね。うん、なんか唇浮いてるとか思わないの、全然。うん、合ってるよね、うん、合ってる。あ、で純喜か。もうこん時はさ、ほら赤髪純喜とボンテビ純喜だったからさそうだね。あ、もうなんか戦国武将に見えるもんね、私純喜が確かに戦国武将って、もうあのもちろんなんか三国無双とかさ、そういう無双シリーズの、あのなんかすごいさ、そのゲーム要素の強い感じのキャラとして言ってるけど、もうとりあえずかっこいいって言いたいんよ、うん、いやそうだね、このなんていうの、このストレートな眼差し、うん、あ、いやめちゃくちゃいいね。なんかさ、このさ赤い髪もさ、また変に浮かない感じがすごくない？そう、いやそうなん、いやそうだって赤絶対浮くじゃんね、普通だったら。そう、うん、結構強いしね、色もね。そう、強みの原色系の赤だからさ、 はっきりしてるじゃん。うんうん、いやだからそれに合わせた感じでちょっとさ、多分赤みが強いんだろうなって思うけど、それがいいよね、うん、いい。なんかなんかさ、アイブロウとかさ、眉毛とかもちょっと赤っぽくなっとってね、うん、あ、確かに確かに、よくお気づきでそうそうそう。で次がピヨ、うん、所詮もさすごいのよ、もうさ、このオレンジヘアもめっちゃ似合うね。うん、所詮はもう美なんよ、美ね。いいね、うん、このさ、この下からのアングルもいいね。なんかさ、ちょっと見下してる感じ。そうだね、なんかちょっと強めの所詮みたいな感じがまたゾクゾクするよね。うん、いいね、うん。またさ、そのオレンジヘアに合わせてのちょっと若干オレンジベージュトーンのさ、うんうんうん、メイクというかね、眉のアイブロウもね。はあ、なるほど。とりあえず美しいね、マジで。めっちゃ美しい。で次レン君でしょ。まなざしどうなっとるん、マスカラしてるん。いやそうね、てかそう、なんかマスカラしてるよね、なんか薄めの色のね、うん、おしゃれね、おしゃれ。しかも紫ヘアのね。さっきからため息ばっかなよ、うちら。いやだってこれが見れるんよ、やばいよね、これが見れるか分からんけど、うん、で最後匠ね、はい、うん、はい、大優勝もういや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 、優勝優勝美しい。いやいい。え、なんかさ、匠ちょっとなんか雰囲気違くない？そうだね。え、なんだろう、結構眉毛濃いからかな、うん、なんだろうね。うーん、いやそうな、なんかいやもうかっこいいな大前提なんだけど、なんかいつもよりと違う匠が見れてる感じ、うん、でも本当にさ、これ全員さマジでいいよね。マジでいい。いや本当これ何回てかさ、うちら本当さ好きすぎてさ、定期的にこれさ、なんか LINE とかでさ画像パッてやってさ盛り上がるじゃんこれマジな話だからそうそうそう、改めて見てマジでいいよね本当になんかあれだったら亡霊だったん、これのストライトデラックス亡霊そう、まあだから次がマジでどんなビジュアルなんかめちゃくちゃ楽しみじゃない。いやそうだね、いや本当に、いやもう期待高まるねマジでね。すごい嬉しいね。なんかさ本当に、まあ、トカンがなかなかやっぱさ、うん、コロナでさ、そう気軽にやっぱできなくて、うん、日本制作、まあそのなんか日本制作のクオリティも最近さ、ウィザースとか結構良かったし、そう上がってきてるのめちゃめちゃめちゃ感じるんだけど、うん、一回お願いみたいな、なんかさ、なんかよくわかんない気持ちでいたじゃん。一回トカンお願いしますみたいな。ね、去年の下半期ずっと一回お願いだったよね。本当に。期待だね。いや、だから、てかさ、でもさ、ちなみにさ、これ、カムバのためにまあ行ってるじゃん、絶対。いや、そうだね。うんうん。やっぱあれかな。シングルだとは思うんだけどさ、次最近アルバム出したから、うん、やっぱ期間いつってなったらあれなんかな、 INI が8月下旬に出すから、なんかその1ヶ月後とか、まあ、それぐらいなんかなってなんか思ってるんだけど、うん、そうだね、時期的にはそうだよね、 INI がもう戻ってきて、で J1 が今行ってるってことだから、
うんうん、そうだね、まあ、9月の下旬とか、まあ、9月ぐらいなんかね、うん、でそれを多分、まあ、9月上旬 MV とかはさ9月上旬とか、まあ、公開して、まあ、それを引っ提げてツアーが始まるみたいな。あーいいね、まあ、絆ツアーだけどまた新しく新曲もねプラスされて、うん、うんうん、やば、いや最高だよ最高。そっか、しかもさそのいいね、衣装も絶対いいじゃん、衣装も絶対いいじゃん一回言ういやそうだね、いやめっちゃいい、もうスターライトデラックスがいいし、しかもボンテミも僕好きだったから、あのなんか、うん、結構ごちゃごちゃコンセプトだけど統一感あるみたいな、あのカラフルなやつ、いやわかるわかる、あの私服っぽいのめっちゃ良かったもんね、不思議だよね、うん、本当に。そうあれさ、同じことやってもなんで韓国あんなかっこいいんかね。うんわかる、うん、ねえ、でもねボントゥビー賞ならあの白衣装も好きだから私。あ白もよかったね、うん、あボントゥビーの話めちゃめちゃできるやんうちら。そういやボントゥビーね、ちょっとやばら我々 YouTube 始めた頃ボントゥビーだったから、うんうん、なんかちょっと思い出あるってあるよね。そうだね、なんか、うん、JO1 と共に歩んできたみたいなところがあるからさ。そうそう、でさほら M カもさ出てたし、うんうん、あもうほんと M 課のおかげでうちらがさね、 YouTube いろいろね拡大できたみたいなとこあるからね、うん、そうだね、だから M 課も出てほしいね。いやーマジでマジで出てほしい、マジでね。そっか M 課もだし、いやでもさスチュームも出てほしいし、あとリレーダンスも出てほしいし、うん、そういろいろ仕事してきてほしいよね韓国でね。うん、チッケも欲しいから、お願いだからチッケも欲しいどこでも言っとるそれシッキも大好き人間だからさ。いやそうね、うん、みんな思ってないし、うん、なんかもうジャムは絶対みんな思っとると思う、チッケも欲しいと。いやわかる、いやまあ日本はもう少ないもんねチッケもね、てか ないよね、ある記憶ないんだけどなんならいや日本単体ではないか、うんうん、うん、でもあれなんかな、このツアーやったらまあ渡韓はさしないじゃんもちろん、うんうん、だから、まあ、今年はこれでさ渡韓終わりなんかな、最後の渡韓チャレンジみたいな感じなんかね。あーそっかそっか、それはあるね、うん、年末がどうなのか、その例えばだけどママにもし呼ばれてとか、うん、そういうのがあれば、まあ、それママチャンスで渡韓はあるかなと思うんだけど何でもチャンスになるんだまあでも今も隔離期間ないから割と気軽にピュッていけるもんね。あーそうだねそうだね、それはあるね。まあ、そう思ったら別になんかね、なんか3日ぐらいあればいけるみたいなさ。うんうん、確かに前よりかハードルはね低くなってるよね。うん、そうだね、前後の1週間空けてとかなんかそういうね大変なやつじゃないもんね。うんうんうん、あそっか、ママ出てほしいね。なんかさ、あの去年とか一昨年とかママ出たけどリモートでとかさ収録でとかそういう感じだったじゃん。あそうだね。でやっぱさ、うん、うちら的にはなんかさ勝手に他のK-POP アーティストとなんか並んでる JO1 見たいみたいなとこあるじゃん。そうだね、共演してほしいみたいな、同じとこにいてほしいみたいなとこあるよね。そう、簡単に言えるとか、うん、それ推しないよこなまるのいやてかだからなんていうの、プリュ系列のスターと一緒に並んでほしい。いやそうだね、まあその近からず遠からずとか、まあ、ファミリーみたいなとこあるもんね、遠い親戚みたいなね。そうそうそう、ダニエル知っててお願いみたいなとこあるんだけど、うん、うん、確かにちょっとシオンとダニエル並んでほしいな、うん、大きそう2人ともそう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 、なんかそういうなんか K-POP アーティストとなんかね、そう絡みというか、うん、一緒に並んでとか交流あったりとかさ、なんならさ一緒にセルカ撮ったりとか、うん、そういうのをくださいみたいないやそうだね、やっぱほんとさ JO1 はほらのデビューと同時にさコロナ禍入ってしまったからいろいろね制限されたことが多かったけど、うん、まあちょっと落ち着いてきた今、まあちょっとね日本また拡大してきたとこあるけど、まあ、うん、渡韓とかいった意味では気軽に行けるようになったから、うんうん、ね、今までの分取り戻すかのようにいろいろやってほしいよね。うん、本当に。で以上でね、今回は JO1 の渡韓のニュースで、あのこういうビジュアルかなみたいな気持ちで若干亡霊気味のスターライトデラックスをね一緒にみんなと見てたということで、うん、いや期待が高まりますね。いやめっちゃ高まる。なんかこのビジュアル改めてこのスターライトデラックス見たらさらにね気持ちがね、うん、そう高揚してきましたよ本当に、うん、いや本当になんかたくさん撮ってきてほしいね、何回も言うけど、いろんな素材ね、いろんな素材撮ってほしいね。まあ、だからさ次の JO1 の新しい情報が楽しみだよね。そうだね